ファミチャプ的クラロワ TV。 よいしょやった。今回ですね、はい、マルパパさんお迎えしてやってるんですが、はい、せっかくなんでクランバトル一回やっちゃいますか。おお、はい、本当ですか。そうなんですよ、クランバトルやっちゃいましょう、せっかくなんで。やりましょうやりましょう、結構ちゃんと行きましょうか、せっかくなんでね。はい、ここはね、どんなデッキで行きます、うん、ちなみにクランバトル僕の画面ですね、これ、はい、ポン、こちらです。僕はですね、コンセプト、はい、サポートしていきたいという、うん、やっぱりこのね、ゆっこさんのサポートをしていきたい、はい、私おじさんとしてね、はい、どんどんもう、ね、できることをしていきたいっていうので、やっぱりこちらのデッキですね、ちょっと怪しい感じもありますけど、はい、いや僕はもう普通のこと言ってるだけです。あ、そうですね、お願いします、はい、一方のゆっこちゃんは、私こんな感じですね、はい、まあ、サポートをしてくれるということで、はい、はい、ゴーレムをしずくにね、私がとりあえずどんどん攻めていくみたいな感じのデッキです、うん、はい、重たいデッキにしました。じゃあこの2人ね、はい、どんだけ連携取れるのか謎ですが、はい、じゃあやっちゃいますか、クランバトル、はい、はい、はい、ドドン。結構このクランバトル、空気をいかに読めるかっていうのが大事だと思いますか ね、 その人の空気を読む力、うん、お見ていきたいと思いますね。呪文かぶっちゃったりするとね、やっぱあれですよね、サポートをする側が空気を読まないといけないですね。あ、それは間違いないですね、信じるしかない、信じるしかない、うん、ゆっこさん、信じてください。信じてるかな。どう考えてもなんか、これ小手子のままゴーレム出していいですか。左来た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 、ちょっとどうしよう、信じれない信じれない、ちょっとどうしよう、信じれない、もう無理もう無理、誰も信じれない、もう無理、自分だけ助かりたい、もうダメ、危ない危ない危ない、ちょっと危ないぜ、もう危ない、すごいコース使っちゃった、しのいだけど、なんか偉いこっちゃだ、偉いコース使いましたけど大丈夫ですか。じゃあ一回信じてください。はい、マルパパさんまだ余力ありそうで、じゃあ次左の方にゴーレム出していいですか、はい、あ、でも私まだ草7しか溜まってない、出しちゃってください、え、まだ7しか溜まってない、どうします、これいっちゃう、あ、いっちゃいっちゃい、あ、巻き込め巻き込め、あ、これいいゴーレムいきますよ、美味しい、美味しいんじゃないですか、美味しい、美味しい、入る入る、入らない、入らない、美味しい、ゴーレム左から出てますよ、右の隙間から出てますね、あー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 、
みたいよこれ。吹き矢を添えるだけです。吹き矢添えるだけでいきましょう。これ添えるだけ。もうレンジレンジ、よし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 、レンジレンジ。攻め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 。いけるぞいけるぞいけるぞこれ、いけるぞ。大丈夫大丈夫。あー全部エレベス何体いるの。エレベス何体いるのこれ。嘘でしょ。やばい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 。ザッフー。オッケー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 。打ちすぎ説が出てきましたねこれ。大丈夫大丈夫大丈夫。とはいえ一回寝ましょう。はい一回。じゃあ私まだエリクサー5しか止まってないです。大丈夫です。俺4ですから大丈夫です。よしよしよし。相手エリババもいるからちょっとカウンター気をつけた方がいいかも。そうですね。あ、それね、ちょっと取ってみます。これも巻き込んじゃいます？あ、いいんです？いや、ちょっともう、これはちょっと、わかりました。打たない。打たない。じゃあゴーレム左から出しますよ。お願いします。やばいっすよ、これ。待って待って待って。でも取るね。あ、キングいけばよかったですね。あ、なるほど。これもこういう感じ。はいはい、はい。あとはもう、しばしもう、もしもしもし。あ、ここ。ちょ、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 意外に。結構入ってません？結構入ってません？意外に大丈夫、意外に大丈夫。よしよし、意外に大丈夫か。あっちもゴーレムか。なるほど。これはね、そろそろ。あ、でもね、ゴールも大丈夫。私インフェルノタワー入れてるんで。そろそろゲーですよ。お、来ました。お、よし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 。そろそろゲーですよ、これ。どこのあれ、ロケット使えばいいのかわからない。これはとりあえず、とりあえず行ったかみたいな。とりあえず行った感がある。疑惑がちょっとすごい。あ、でも1個行ったかな。1本行きました。あ、気づかないっていう。気づかないって1本行きましたよ。とりあえずザップ。相手、あー、すいません。大丈夫、大丈夫。すごい来た、すごい来た。すごい来た。すごい来た。やべやべ。すごい来た。大丈夫大丈夫。一回取りたいぞ。大丈夫。信じて。出す場所間違えちゃった。誰か助けて。待って。誰か助けて。右側にいる。私も助けたいんですけどね。右側。いける。ちょっと待って。ロケット。よいしょー。いや、今、ラメピじゃないですよ。ちょっとこれリプレイ見てみましょう。いやー、はい、激しかったこれは。激しかった。最後のロケット完全におちょくってますよね。いやなかなか熱かったっすね、はい、うん、いやこれやっぱ最初すごい攻められましたもんね、うん、はい、すごかったっすね。ギャングだったっけ、いきなり来たのが。そうです。うん、なんかわらわらといっぱい来ましたね、うん、わらわらと来て、ザップとファイボもこれいきなりやられるともう大体勝てないですから、はい、とはいえこの3体の究極の防衛が
あ、いい感じに処理はできましたね。ポイズン、向こうのポイズンなんですね。そうです、そうです、送り込んだんですよね、あれ。知りましたわ、もうぐちゃぐちゃで何がなんだか分かんなくなっちゃう。ポイズン持ってないですね、どっちも確かに。そうなんですね、うん、でとりあえずそうなんですねって言ってる式なんですね、一旦ね。で、ゴーレムかな、これ巻き込みたかったですね。これでも、うん、マスケ右から出ちゃくちゃうから当たんないよね。若干当たんないから、しょうがないのか、しょうがないの。あの間から縫って出てきちゃうようになってる。はいはいはい、はい、どっちがいいですかね、今エリポンとマスケ絡めるの。いや、エリポンのメスよ、うん、ここもきつかったかな、ちょっと。あ、取れるか、ここで。うまいっすね、うまいっすね。これはいい、防衛いいですね。これ以上ないと思います。さすがです。そして、この添えるだけの吹きやったね。いい添え方しますね。これね、あの矢の雨がね、そうそう、矢の雨も気づかないですよ。そう、いい添え方が、そう、そーっとこれめっちゃ入りましたね。さあ、この後は向こうカウンターしてるんですよね、確かに。そう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 、これずるいんですよね。ずるいずるいずるしてきましたね。はいはい、いい矢の雨ですね、今の、うん、綺麗に入りました。ただ、ね、いい、ザップが避けた、ザップが、ザップ1回がね、すぐ出しちゃうんですよ。過剰防衛問題がありますからね、バトルはね。はい、ここで仕切り直して、またエリポンかな、相手が。そうです。で、今度回ね、エリポンは無視なんですよね。撃っちゃってるな、ここ。私もなんか撃つのかなって思ったんですけど、うん、ちょっとやめてください、みんなで否定するのやめてください。あえて、あえてですか。あ、やっぱそうですね。一回あの寝てました、今、はい、今度に寝てました。もう抑えて、ここちょっと入るんだよね。これもちょっと入っちゃうんだよね。ちょっとね、結構入っちゃうけど、なんか、吹き矢も殴られちゃって。そうなんです。そう、亡くなりになってしまう。位置の問題ですかね。相手もゴーレムを出し、これで一気にゴーレム同士の対決になる。そうですね、うん、これでもどうなんだろうな。このクリスは永久に生きてる。これでスケラ、これでスケラで決まるんですか。スケラでも敵は動揺しますからね、うん、で、ライトニングだ。ライトニング打ちます。そしてロケット、ロケット、ロケット、どこに打てばいいか分かんないけど、ロケット打つとか、とりあえず敵を落としてみる。決めた感ありますね、ロケットでね。よ、ロケット打ってみたって YouTube でね。ロケット打ってみたですね。間違いないです。かなりザップと、うん、いや、これいかついですよ。ここやばくないですか。ここよくしのぎましたよね、これ。どう、しの、あ、いや、結構ね、やばいとこまで行ってればいい、ね、はいはいはい、やっぱりサポートですね、これがね、やっぱり。間違いないです、サポートですね。サポートしてますから、ね、瀕死にはなってんだね、これ、うん、この後がやばいんですよ。ゆうこちゃんがインフェ出してるんだけど、はい、ロケットが。これね。まあ、エリババ、エリババっすもんね。エリババは危なかったですから、やっぱり。でもあれ、インフェなかったら、ハルパパさんのおかげで勝ったら、あ、なんか。あ、そっか。あ、ちょうど刺さるぐらいですね。そうですね。刺さる、いいタイミングでした。いいタイミングだった。そうなんですよ。いい感じのオチが入りました。ありがとうございます。いや、面白いね、クランバトル。面白い。あ、すごい。はい、また次、多分2週間後ぐらいかな、クランバトル。そう、2週間おきぐらいにやってるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。は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 い、ファミツアップ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。スマートフォンでご覧の方は画面下から登録よろしくお願いします。はい、PC からご覧の方は画面右下から登録をよろしくお願いします。はい、また、ファミツアップニコ生チャンネルもやってます。お気に入り登録また会員登録をよろしくお願いします。会員になりますと会員限定の生放送もやってます。よろしくお願いします。はい、あとはるパパさんのチャンネルも下に書いてあるので登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。ではバイバーイ。バイバーイ。